ここ数戦は苦しい戦いを強いられてきたレッドブルだが、今季のマシン RB20 に適しているとされるカタルニアサーキットでのスペイン GP を迎え、本来の力を取り戻すというのが大方の見方だ。しかしレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、2024年シーズン序盤にチームが見せたような支配的な展開にはならないと、ライバルの対等を警戒した。 RB20 はバーレーン GP や日本 GP、中国 GP で圧倒的な強さを見せていたが、ここ数戦はバンピーかつテクニカルなサーキットでライバルの接近を許した。しかしスペイン GP 以降は、オーストリア GP、イギリス GP の3連戦を皮切りに、伝統的なサーキットでの本格的なヨーロッパラウンドに移る。 フェルスタッペンは低速から高速まで様々なコーナーを兼ね備えたカタルニアサーキットへ戻れることにワクワクしていると認めつつも、レッドブルがシーズン序盤のような強さを発揮できるとは考えていないと語った。シーズン序盤のようにはならないと思う、とフェルスタッペンは言う。このコースは基本的に僕らのマシンにもう少し適しているはずだから、もちろんワクワクしている。 みんながかなり追いついてきているのもわかっているし、みんな自信があるはずだ。でもここ数千のサーキットと比較すれば、このコースは僕らにとってより良いサーキットになるはずだ。それでも、僕らは正しいウィンドウの中でしっかり機能させる必要がある。フェルスタッペンは前戦カナダ GP で、フリー走行2回目でのパワーユニットトラブルもあり、 チームが今年は以前ほどレース週末でマシンを最適化できていないと不満を口にしていた。ただフェルスタッペンはチーム内に余計な緊張感があるという見方を否定。スペイン GP では完璧なレース週末を送ることができると自信を見せた。緊張感はない。僕らは常に良い結果を出したいと思っているし、他のチームも全力で攻めていることも知っている。 だから、いつものように良い週末を過ごしたい、とフェルスタッペンは語った。計画通りに行かなくても、大げさではなく、もっと良くなるよう努力し続けるだけだ。ただ、グランプリ初日は毎回異なる種類の小さな問題が発生して、少し難しくなっていた。だから、この週末はクリーンなスタートを切ることが必要だ。それが大きな助けになると思うし、 僕らはそのために全力を尽くしている。フェルスタッペンの言葉通り、スペイン GP 初日は混戦模様。フェルスタッペンはアタックで伸び悩み、FP2 を5番手で終えている。